1937年6月8日の日食は、1937年6月8日に観測された日食である。イギリス領ギルバート及びエリス諸島、ペルーで海域日食が観測され、太平洋の大部分、アメリカ南部、中央アメリカのほとんど、南アメリカの西半分で部分日食が観測された。 これは1998年7月1日から1955年6月20日までの間に持続時間の最も長い回帰日食である。紀元前4000年から西暦6000年の1万年間に日食が23,740回あり、そのうち6,326回は回帰日食である。ただし、1937年6月8日の回帰日食より、 持続時間のもっと長いのは59回だけである。海気体が通過した海気日食が見えた地域はイギリス領ギルバート及びエリス諸島、ペルーだった。また、海気日食が見えなくても部分日食が見えた地域はミクロネシアの東半分、メラネシア東部、ポリネシアのほとんど、アメリカ合衆国南部、中央アメリカのほとんど、南アメリカの,リカの北西半分。 その内大部分が国際日付変更線の東にあり、現地時間の6月8日に日食が見え、残りの部分では6月9日に見えた。アメリカ、イギリス、ニュージーランドなどの国の科学者は、フェニックス諸島の関東島で、回帰日食を観測した。アメリカの観測活動は、ナショナルジオグラフィック協会が、アメリカ海軍が協力した。 この回帰日食は3つの重要な特徴がある。ありがとうございます。